まだ誰も知らない現象を今宵はテンスラジオがテレビの世界へ転生。テレビテンスラジオ DS11 出張特番、新プレイ続出のテンスラジオ。なんかちょっと一瞬茜ちゃんになれたりしないんですか。はい。なんすかスペシャルゲストを招いて大盛り上がり。やったぜ。やった。まさか、さらに劇場版最新映像もお届けいたします。準備はいいか。ちなみにナレーションは声優なら私リグルドが務めさせていただきます。それではリムル様、あいや岡崎様、熊田様、よろしくお願いいたします。に皆さん、こんばんは。テンション爆上がりですが、はい、アニメ転生したらスライムだった件、うん、リムルテンペスト役の岡崎美穂です。イエーイ。そしてエレン役の熊田茜です。イエーイ。本日はね、4月から始まりました、はい、US11 と文化放送超 A&G プラスの、コラボレーション番組、転生したらスライムだった件、転生ラジオね、はい、私たち頑張っておりますが、こちらの特別編ということで、なんと題してテレビテンスラジオ BS11 出張特番としてお届けしてまいります。やったテレビだって。テレビに映ってるってこと今。私さ、これ、焦って書いてテレビ、もう緊張がテレビでびっくりだよ。ラジオなのかテレビなのか。もうしかもさ、横にさエレンちゃんいたりさ、リムル意外とちっちゃいのね。本当だ、ちょっとなんかエレン背高、ね、エレンの足が長いのか。あ、やっぱスタイルが抜群ということか、ね、このスペシャルなね、スタジオの感じも皆さんに注目していただきたいんですけれども、そもそもですね、テンスラジオはどんな内容かというと、はい、じゃあ茜ちゃん説明お願いします。はい、アニメ転生したらスライムだった件のさまざまな情報を私たち2人が和気あいあいとお伝えしていく番組でございます。イエーイ、いつものやつです。早速こちらのコーナーからいきましょう。はい、はい、テンスラジオ過去の名シーン振り返り。イエーイ。そうなんですね、私たち2人でお送りしているテンスラジオなんですけれども、これまでのね2人のこの歩みをね、VTR にしてくださったみたいで、私たちも見てないんだよね。そうなんです。だからちょっとどんなものになってるか分かんないんですけど、早速こちらの VTR をどうぞ。どうぞ。おお、伝説伝説。いつものやつだ。そうだ、まだ春に始まったばっかだもん。はい、皆さんこんばんは。転生したらスライムだった件、テンスラジオパーソナリティの。番組開始からわずか8秒、イヤホンが外れるという痛恨のアクシデント。おいたわしや。大丈夫の顔ですか。大丈夫、かわいいよ。かわいいだけど止められると思わないよね。びっくりした、びっくりした。岡崎様は謎のリズムで揺れる。これで生きてきたんですよ。これで生きてんの。このリズムで生きてますから。すごいポニーテールがいい味出してるよ。で、素敵なミュージックにこう、揺れてると右か左か分かんなくなっちゃって、ちょっとこんなゆるく始まってしまったんですけれども。しかし回を重ねるごとにお二人の絶妙な掛け合いが話題を呼び、あっという間に人気番組に成長していきます。私たちなんか気候とかしてないじゃん。話題になったシーンといえば、スギピー。アニメテンスラのメインプロデューサー、スギピーこと杉本プロデューサー、熊田様のお休み会に助っ人として駆けつけてくれたのですが、なんかちょっと一瞬茜ちゃんになれたりしないんですか。はい。いや、一瞬なんかその茜ちゃんとのラジオを聞いてきたってことは、茜ちゃんのテンションをそのリムルで吸収したのかもしれないなと思って。えらいプロデューサーにまさかのリクエスト。スギ P は戸惑いながらも、あかねはえ、やるこれ。スギ P は何にでも答えてくれるんですよ。皆さん、会社 NG、 会社 NG。 いやー、まさかの無茶ぶり。さすがは岡崎様。いや、もうやめて。いいじゃん、かわいいじゃん。ほんとかわいいじゃん。一方、こちらは熊田様による衝撃のシーン。もう完全に事件。
どう、あかねちゃんはゲスト様とはこう仲良し度とかどうですか？仲良し度？仲良し度、仲良いか仲良くないかと言われたら究極の2択、仲良くない方に入る仲良くない方に入る。しょうがないじゃん、なんかしょうがないじゃん、しょうがないじゃん、繰り返されてんじゃん。この日のゲスト、ベニマル役の古川誠殿に対し大失言。恐ろしや、声優界の大先輩は引きつった笑顔。仲良くない俺なんでここに来たってね。でも仲良いか仲良くないかと言ったら別に仲良くはないじゃないですか。別に仲良くはないですよなんか言うのなんか言うのご本人もそう思ってるよ多分。仲良くないです、仲良くないです。熊田様の出現はさらにエスカレートしていき、もし現実世界に一つだけスキルを持ち込むことができるとしたら、うん、皆さんはどんなスキルを習得してみたいですかということです。はい、ありがとうございます。大賢者でしょ。そんなの当然という顔で答える大先輩に対して、あ、大賢者はずるくないですか？だって何でもいいって言うんだったらね、何でもいいって言ってるかっぱ巻さん。え、そのさ、水人とかさ、そのネットの回線とか、え、なんすか？いや、ごめんなさい、え、なんすか？え、なんすか？私ちょっと焦ってる、焦ってる、私ちょっと焦ってるよね。いや、じゃあダメ、いっぱい言うとダメ、なんすか？ダメだよ。終始大先輩に失礼な態度の熊田様でした。何でもありのテンスラジオ、和気あいあいの岡崎様、熊田様の掛け合いもますますレベルアップ。二人の冒険はまだまだ続くのであります。すいませんでした。あら、おい、どうしたの？すいませんでした。でもいいんだよ、あれは後々愛される言葉になったんだから。わ、優しいな、テンスラさんって優しいんだな。まあ、でもただこれだけは言えるのは、うん、あの古川さん、大人のお答えをしていただき本当にありがとうございました。本当に感謝ですまたよかったらゲストに来てほしいですね。来てください、はい、ということで CM の後はですね、はい、この素敵なゲストさんが、そうですよ、お迎えできるということなので、あかねちゃん、くれぐれも失礼のないように私たち二人で頑張りましょう。頑張りましょう、うん。ラジオ BS11 出張特番、今回は素敵なゲストの方にお越しいただきました。小林千佳博が出てきました。小林千佳博です。ランガ役です。よろしくお願いいたします。お呼びですか、我が主リムル様の護衛役ランガ殿。背中にリムル様を乗せて移動する人気キャラクターでございます。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。もう裏でさっきまでの全部見てましたよ。あ、ね、そうじゃん、楽しんでいただけたということで。え、なんでそんな自信満々なの、びっくりだよ楽しんでいただけたということで非常に楽しみました。あの、はい、3人で、はい、じゃあ今日も一緒にワッキー、はい、はい、初めてゲストさんとしたね。よかったね、相性抜群じゃないですか。私がですか、ちょっと困ってるわ、どうしよう。え、なんて言ったの相性抜群じゃないですか。あざっすもう、あかねちゃん、ありがとうございます、はい、ということで、ね、ランガについてちょっと、はい、お願いします。もうほぼね、こっちか、まあ、見てお分かりになると思いますけど、はい、あの見た目ほぼ犬と狼の間ぐらいの、はい、この感じで、そうそうそうで、あのリムル様がよくこのスライムの状態であの上に乗って移動してもらうっていう、なんかあのなんていうんですかね、相棒、乗り物、うん、いや、相棒ですよ、乗り物ではないです。ペットみたいな関係ですかね。泣き方も相まって、うんうん、最近ワンちゃん味がすごい増してるというか、ね、リムルにね、うん、あの愛を持って接してくれて嬉しいし、うん、頼もしい。また、うんうん、こうラファエルさん、大賢者さんとは違う、うんうん、なんか相棒っていう感じですね。お、嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、質問もね、うん、あの、はい、せっかくゲストに来てくださったので、あ、そうですね、あのしていきたいんですけど、ぜひぜひ聞いてください。怖いな、はい、私たち2人と初めて会った時の印象をお伺いしたいなと思って。初めて会った時の印象ですか。各々どうですか。あ、もう何年、4年ぐらい前ですかね。ありますですね。だってまだ2人とも未成年だった。もう今じゃ、今じゃいつだっけ。成人、成人は分かってるわ。22 23。ありがとう、はい、何ですか
初めて会った時は、はい、あれですね、熊田さんがなんかあの、はい、あ、まっすぐな目をした人だなという印象でしたね。緊張してる中頑張っていた、初めてのねアフレコだったんだよね。そうなんです、初めてのアフレコ で、 そうで完全にアフレコという仕事自体が初めてだったんだよね。初めてでした。うん、そうだよね。だからその第1回にね立ち会えたってことですよ。私たちもなんか嬉しかったですもんね。初めてなんだってなってるね。いただきました。光栄ですよ。で岡崎さんは、はい、あれですよ、元気だなって。やめてください。やだ、言うことに困ってます。言うことに困った時の元気印象でしたよ。なんかあの小林さんがね冗談で場を盛り上げようとさ、みんなで撮ってたんですよ、あのアフレコで、はい、ちょっと小林って呼んでみてよって言われたら、はいはい、普通さ恐縮するじゃん、うん、そんなで小林って呼んで、うわあ、ありがとうってニコニコで言われるみたいな。そうで割と今みたいな空気になる。あ、今のね、この本当にあの皆さん伝わってるかな、そのね、この特番の今の空気みたいな空気がスタジオに広がるんですよ。怖いね、怖いね怖いねって感じで、ね、大変ですけどちょっとあの止めのないおしゃべりなんですが、小林さんを筆頭にあの現場に行くじゃない、うん、そしたら、はいはい、あの先に小林さんとかが撮ってらっしゃってすれ違うとかなると、うん、おーリムル様って、うん、あの役を通して言ってくださるのが、うんうんうん、正直ちょっと気持ちよかった。気持ちよかったですか。気持ちよかった。やめろやめろ、気持ちよかったとか言うの。ありがたいとか、はいはい、大先輩が、うん、そのいや分かんないけど、うん、こう岡崎さんとかよりも、うん、なんかちょっと距離が近く感じたのが嬉しかったのよ。なんかそんなこともたまたまその時ポロッと多分出た。全然だから私なんかそうだよなとか言わないよ。まあそういう目線ないってちょっと思ったけどね。境目のない人になっちゃうもんね。何次元か切り替えれない人、切り替えれない人になっちゃうね。いやでも本当に小林さんは現場を盛り上げてくださる、うん、といったら小林さんっていう ね、うん、ありがとうございます、うん、それこその私もすごく覚えてるのが、うん、の打ち上げみたいのがあったじゃないですか。あったあった。でその時に私なんか行ってもいいものなのか未成年だし、うんうんうん、なんかすごいこうそわ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 行っていいのかな、初めてだしなんか声もそんな当たったことないしって思ってたら、ね、小林さんが、うん、この後さみんなで行くんだけど、うん、ちょっとあの熊田さん一緒に行こうよって、うん、で声かけてくださって。優しいね。覚えてますか。全然覚えてない。覚えてないですか。覚えてない。天性の紳士じゃないですか。覚えてます。美穂ちゃん覚えてるの。めちゃくちゃ覚えてる。だって見てた、その現場見てた。やっぱこう、うん、私がね本来は、うん、やっぱなんだろう、筆頭して筆頭筆頭して将軍かよ、率先してオープンロードみたいなこう、はいはいはい、みんなさんどうですかって言わなきゃいけない立場なんだけど、うん、できなくて、うん、で茜ちゃんとかもね、うん、遠慮しちゃってって中で、うん、すごい助けられたってこう感じた。覚えてなかったですか。あ、だけどいい話だからいっぱい言ってね。わかります。2人の天性で優しさに助けられてるんだ私。天性だね。転生したらスライムだった件だしね。はい仕返しできたよいつもの初めて来てもらった小林さんに恥ずかしみを受けさせるっていう ね、さっき先輩に失礼なことしちゃいけないって言ってた。あ、なんか本当に失礼で美穂ちゃんがいいんだよ。そうですよ。ちょっと真面目な話に戻したいと思います。ということで、まあ、まだまだねお話は尽きないんですけれども、うん、ここで一旦 CM になります、はい。この後いよいよですね、11月25日に公開となる劇場版転生したらスライムだった件グレンの絆編の最新映像をねちょっと皆さんにお届けしたいと思います。楽しいですね。私たちもちょっと見たことがないのでドキドキなんですけれども、うん、ゲストの小林さんともね引き続き一緒に盛り上がっていきますのでお楽しみに。はい、ということでここからはですね、11月25日にいよいよ公開となります、うん、劇場版転生したらスライムだった件グレンの絆編の、ご紹介をしていきたいと思いますが、なんかこのポスターがね今ちょうどそうですね、めちゃめちゃかっこいい。うわね、あのやっぱり普段のテレビシリーズでは出てないねキャラクターとかも何人かちらほらポスターの中に映ってますね。赤髪の人とかね、めちゃめちゃ気になる。そうそうそう、ね、めちゃめちゃ気になりますよ、ね、不思議なところも、うんはい、これからの、ね、VTR でちょっと分かるのかなと思いますので、うん、はい、劇場版出来たてほやほやの最新映像が届いております。ご覧ください。まさか兄者なのか。突然現れた男ヒーロー、彼はオーガの生き残りでかつてベニマルたちの兄貴分だった。兄様。ヒーローはラージャ小和国の使者としてやってきた。
このままではラージャ小王国は滅んでしまう。どうか力を貸していただきたい。私は女王のトワと申します。国自然界にはありえない蘇生の毒です。このティアラで民を毒から守るのです。しかしそれは危険な力。必要なのは混沌と悲劇。小さな国の大きな秘密。みんな準備はいいか。劇場版転生したらスライムだった件グレンの絆編。和訳の福本莉子様から番組にメッセージをいただきました。あら、なんと岡崎さん、熊田さん、そしてテンスラジオの出張特番をご覧の皆さん、こんにちは。はじめまして、和訳の福本莉子です。どうして。いや、まず本当にたくさんの方に愛されてる作品なので、そこで私が新しく参加させていただけるっていうのはとても光栄なことだなと思いましたし、私が演じるトワとヒーローとのこの2人の関係性がとっても素敵で、なのでこの2人の絆にも注目していただけたら嬉しいです。福本様の推しのキャラクターについて尋ねるとちょっと照れながら、私はランガが好きです。やったぜ。やったぜ。リムル撫でてるじゃないですか。やったぜ。私ランガ好きですね。なんか後ろでなんかアニメとかでもなんかいつも可愛いリアクションをしてるので、今度私もぜひラジオに呼んでください。お会いできるのを楽しみにしています。以上、トワ役の福本莉子でした。ありがとうございます。しかもお芝居が可愛いってことですよね、リアクションってことだね。なんかびっくりしましたね、福本さんからのコメント、うん、あ、なんかうわー、なんかいつもの小林さんの顔じゃない。うん、どうしてる顔ってか表情だけど。おいこれ生まれつきやろ、それはもう。マジで、さっきまでなんか違う絵の表情が、なんか人気なんですよ。いや、やっぱ伝わっちゃうんだな。伝わっちゃう、分かる人には分かるんだな、やっぱな。一応あるじなんで、一応あるじなんで、そういうこと言いますか。一応あるじなんで、そういうこと言いますか。一応あるじなんで、これしか言えない。権力推しやんけ。いやでも久保田さんね、すごいコメントをしていただいてて、実は私まだお会いできてなかったんですよ。そうなんです、僕もですね。まだお会いできてないです、じゃあもうみんなここで始めましてっていうところなんですけど、すごいお綺麗で、もう当たり前なんですけどね、お芝居抱えられてましたね、リモさん。嬉しかったんですけどね。でも選ばれたのはランガでしたね。ランガって感じなんですけれども、ありがとうございます。でも福本さんはね、今回新キャラクターのトワ、トワ役をね演じてくださっているんですけれども、なんでしょう、 VTR でしかまだ分からなかったですけど、とても運命的にはなんか背負ってる感じの女性だから、私もすごい新鮮なリアクションをしちゃったんですけど、考えてみれば収録終わってるの で、 で、まあ、ちなみに私も終わってるんで。そうですよね。VTR に感動しちゃったんですけど、なんか内容とか知ってる感じですか。もちろん全部内容知っておりますし、感じますね。どうしたんですか、急に。君か、どうしたんですか。オイラ出てねえんだ。オイラ、あれ、そうですか。エレン出てないんだ。オイラ、エレンが、だからもう全部が新鮮。どこのバリなんだ、東京。誰尽くし、おおむね知り合いやろ。でも、でももう知らん人出てる。何の関係性。今から多分岡崎さんに頼めば、うまいこと修学旅行の感じ、なんか参加できなかった人みたいな感じでエレン出れるから。嫌です、あの丸すみな、全然嫌です。今ここにいるリムルみたいになっちゃってる。なんとなく寂しいから入れられたリムル。まあまあまあ、まだですよ。はいはい、まあ私、はいはい、劇場版応援隊、うん、もう隊長です。あ、やっていただけるんですか。はい、あら、任せてくださいよ。 ありがとうございます。全然知らないけど、はい、そうなんだ、はい、そうです。なんでね、これからもね、少しずつ映像だったりとかストーリー全貌もですね、明らかになっていくと思いますので、はいはい、皆さん、転生したらスライムだったけアニメ公式サイトの情報をこまめにチェックしていただきたいです、はい、よろしくお願いいたします。頼もしい。楽しいです ね、 ね、ちょっと衝撃のカミングアウトでしたが、はい、ということで、小林さん、最後にね、ファンの方にメッセージを、うん、早くないですか。そうなんですよ。そうか、
なんで、思い残しのないように思い残しのないように。いやもう未練たらたらですよ。そうなんです、未練を。いいですか、はい、はい、ね、劇場版を楽しみにしていただいている皆様、はい、テンスラを楽しみにしていただいている皆様、そして何より2人のラジオをね楽しみにしていただいている皆様、今後とも何卒ご贔屓によろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、うん、いたしめます。本日のゲスト小林千佳浩さんでした。そして CM の後はですね、テンスラ店2で買えます、テンスラジオのオリジナルグッズのミニ情報です。ここでですね、はい、9月2日より福岡三越で行われます、はい、テンスラ店2で販売されるテンスラジオオリジナルグッズのご紹介です。はい、ちょっと我々がね、はい、やっていきたいと思いますが、はい、まず、ラジオリムルと私たちが呼んでいる、うん、このですね、うん、かわいいリムルがデザインされているアクリルスタンド、いいサイズ感なんですが、いいね、そしてこちらがクリアファイルですね、まあ、全部可愛いんですけれども、うん、ちょっとこちらあかねちゃんから紹介してもらいたい、あの珍場面より生まれたナンスカ T シャツ。はい、ナンスカ T シャツです。じゃじゃーん、ね、皆さんにも見ていただきましたけれども、はい、見てください、裏じゃじゃ、裏がね、はい、ここね、 What? Think before you speakね、なんすかと、うん、もうちょっと考えてから発言しなさいという。でもさ、あのさ、テンスラジオのスタッフさんがさ、うん、来てくださってたけどさ、うん、そうなんですよ、可愛かった。今日ね、プロデューサーさんがね、来てくださってます。ねー、めちゃ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 可愛い、着やすいしね。だってバットってこう読めてもね、うん、うん、みたいな、こう、うん、っていう可愛い感じ。多分これ買ってくださる方は、うん、おそらくテンスラジオ知ってる方だから、あれか、ニヤニヤって思いながら来てくださるんだと思いますよ。そこがミソ。そこがミソ。はい、はい、そしてね、あの東京の方のテンスラ店2の方に、うん、実は私たちもねお邪魔させていただいたんですけれども、あかねちゃんはね、うん、なんとプライベートで遊びに行ったみたいで、はい、めちゃめちゃ普通に行ったんだけど、どうだった？フォトスポットがいっぱいあるんだよ。そう、一人で行ったの私。おでさ、自撮りの限界あるじゃん。わかる。そう、あのね、結構大きなね、そうものとかも展示品とかも嬉しいことがあって、全部バランスよく写したくて、わかる、あの優しい係の方にね、うん、ちょっとお願いしますって。あ、優しい。そう、あのぜひね、皆さんもあのお一人で行かれる方、係の方撮ってくださるんで、テーマパークみたいになって、あのすごい強めのファンになりました。いやでもいいね、まあ、一人でもね、いいですし、うん、お友達とでも、うん、ぜひぜひ福岡の方もね遊びに行ってみてください。はい、お願いします。チケット情報などは随時公開となりますので、皆さんぜひお出かけください。ということでお送りしてまいりました、テレビテンスラジオ BS11 出張特番ですが、あっという間にエンディングです。早っちゃうんですか。早いね。早い、緊張してたのにあっという間だった。あ、泣かないで、泣かないで、あのね、いつも頑張ってる通常版のテンスラジオはね、はい、毎週木曜夜9時から文化放送超 A&G プラスにて、はい、そして BS11 の公式 YouTube では、翌週の木曜夜7時から配信もしていますので、寂しいなって思って、はい、くださった方はこちらもぜひぜひご覧ください。お願いします。そして来週はね、ご覧のチャンネルで転生したらスライムだった件の第22話を放送します。はい、嬉しいね、なんかね、このままね、いいね、ぜひぜひアニメの方もよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた。